皆さんこんにちは、ケイです。タケです。皆さん、大阪府の西成ってとこにヤマキっていうお店あるの知ってますか？ホルモン焼きでね、有名なお店なんですけど、まあ、僕たちはね、アウトドア料理の専門ってことでね、こういう川沿いでね、ヤマキ再現しようかなって思ってるんですよ。おお、いいっすね。いや、僕、昔なんですけど、ヤマキ行ったことあるんですよ。あるんだけど、雨でやってなかったっすよ。やってなかった、せっかく行ったのに。せっかく行ったのに残念残念。まあ、けど、ここで再現してくれたら満足っすよ。今日作るから、楽しみにしてね。楽しみにします。じゃあ早速作っていこうか。作っていきましょう。レッツゴー。レッツゴー。先に炭の準備だけやっとくか。そうだね。並べて着火剤。間に入れてファイヤー。よし、ついたかな。これも完璧でしょ。完璧。まああと放置でいいから。放置や。じゃあこの間にタレの準備でもしていこう。していこう。じゃあ今日はね、本当は鉄板とかあるといいけどね、鉄板がないから今日はスキレットでタレ作っちゃおう。じゃあまず醤油と料理酒、砂糖、あとニンニク多めでね、がっつり効かせてプチュッ。でこれを混ぜて、ニンニク多めがね、やっぱニンニク効いていいよね。そうだね。もっと多くてもいいけどね。もっと持ってこればよかったな。そうだね。しまった。しまった。で最後こちらの一味唐辛子いっぱい入れよう。大量やもんね。大量やもんね、あそこ。風で飛ぶ。こんな感じやったか。もっとったね。もっと。もっともっと。もう見えんかったはずやもん、タレが。そう。マジで。こんな感じだったよ。こんな感じか。このぐらい。どれぐらいな。一味いっぱい入れたよ。見えるかな、こんな感じ。これはね、後で火にかけて食べるときにつけてね。これで焼いていくだけ。じゃあね、火を起こしてる間にこちらホルモン、ホルモンいっぱい。これ何グラム？ 491g。 大量のホルモン、50円引きで買ってきたんでね、安いよねこれは。安い。じゃあこれを食べやすいように、焼きやすいようにってのもあるけどね、竹串に刺して準備していこう。やっぱヤマキといえばホルモンだよね。手袋ないから、ビニール袋。こんな感じでね、あと全部刺していきます。しゃあ、こんな感じでできました。どうこれ、大量のホルモン。どうすか旦那、これすごいな。2人で食える量か。本当に作りすぎ。でも安かったら買っちゃうよね。そうだね。よし、じゃあこれをね、焼いていこうか。焼いていこう。網置いて、タレ置いて、でこの間に串を焼いていくと。でも確か違った時、なんかあ、けど鉄板の上じゃないか。本当は鉄板やけどね、鉄板がないからね。鉄板がないからね。
今日は網焼きだ。網焼きだ。うん。網焼き亭。網焼き亭じゃないよ。網焼き風ヤマキ。ヤマキ。途中でタレつけるか。そうそう、タレつけてもう一回焼くみたいな、ね。焼くみたいな。じっくり待とう。待とう。さあどうかな。いい音してるぜ。うわあ。やば。うまそうだよ。すごい、すごい。まだまだじっくり焼くぜ。この辺いい感じだから、もうタレ一回つけようか。タレつけて、あっちあっちよ。どうですか。つけて、こんな感じでタレつけてね。ちょっともう一回焼くんだよこれ。やばいじゃん。うえ、この音。じゃあ僕もいいっすか、やっちゃって。いいよ、熱いよ。フライパンが結構熱いっていうね。フライパンが熱い。熱い。うわ、聞こえた今の。うわもう香りやば、匂いやばいぞ。匂いやばいな、うん、腹減ってきた。熱いな。まさに。でこれね。どうこれ。うわ。たまんねえ。もうちょっとじっくり焼いて食べれるかな。さあな。じゃあ食べていこう。食べていこう。いただきます。いただきます。匂いがもうやばいってこれ。匂いやばいね。これ、いや、いきます。赤っ。いきます。これやばい。おいしい。うん、うん、おいしい。つけ直し、おいしい。うん、おー、辛いな、結構。ピリ辛。ピリ辛。うん、確かにこれつけた方がいいわ。うん、あ、うめ、うまい。酒欲しい。お酒、お酒、お酒欲しい、欲しい、飲みたい。じゃん、あるじゃん。売上ナンバーワン、ドライゼロ。ノンアルね。ノンアル。飲むか。飲むか。じゃあ失礼します。くえ、わあ、泡がやば。いや、竹さんお疲れっす。お疲れっす。ういっす。ああ。ホルモン食べながら。ホルモン食べながら。うん。ビールなんて、ビールなんて最強。最強。ああ。たまらんね。これが大人の贅沢。贅沢。一回タレつけて、こうやって焼いといてね。うん、ちょっと焼肉のタレで食べてみようか。おー、ちょっと垂らしてさ。絶対美味しい。美味しいよこれ。すごっ、やべえ。やべえ。いや、匂いがやば。匂いがやば。うまみちゃんでしょこれ。うまみちゃん、やば。これあかんな。反則級やん。なんかさ、うん、こうやってね、焼けてくるとこ見るとさ、うん、楽しいよね。楽しい。なんか丹精込めて作ったような。そうそうそう、自分たちで作ってさ、うん、でまたこの香りがね、香りがね、うん、たまらんね。たまらん、ほんとたまらん。じゃあタレバージョン。タレバージョン、牛角。牛角タレバージョン完成しました。完成しました。いただきます。いただきます。うん。うん。うまい。うん、美味しい。間違いないわ。うん。期待を裏切らない。裏切らん。タレと炭火ってもう相性抜群だよ、うん。相性いいね。これに山木のタレを。
さらにさらにおいおいおい山巻おい山巻あどううめえうめえほらうめえほら来たあー最高最高おめえうめえってということでごちそうさまでした。ごちそうさまでした。いやこの山巻再現完璧だったんじゃない。完璧やん、うん、いい感じにできたと思う。これはもうね反則級反則級。もう匂いにやられるし、やられるね、食べて味にやられるしそう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 、そしてノンアルコールビールにやられると、やられる3段階でこう3段階攻撃される幸せの攻撃そう幸せの攻撃こんな感じでね、うん、簡単な調味料で作ることができるのでね、うん、皆さんぜひ作ってみてください。作ってみてください。ということでご視聴ありがとうございました。ありがとうございました。今回の山巻のホルモン再現美味しそうだな、作ってみたいなと思った方は、うん、高評価とチャンネル登録、あとコメントもねお願いします。お願いします。それでは皆さん良い一日を。バイバイ。バイバイ。